羽田空港アクセス線は、東日本旅客鉄道が計画している、東海道本線多町駅、東京臨海高速鉄道臨海線も大井町駅、及び東京テレポート駅と東京国際空港との間を結ぶ計画の鉄道路線である。多町駅東京駅東京テレポート駅新木場駅、大井町駅大崎駅新宿駅、東京貨物ターミナル駅、 東京国際空港東京国際空港第3ターミナル羽田空港アクセス線外洋級王子予選の改修工事が始まった高架化が計画されている救援センター踏切便宜場終点の羽田空港新駅を先に記述する JR 東日本は羽田空港の第1ターミナルと第2ターミナルの間に設ける羽田空港新駅から 東京貨物ターミナル付近まで約5 0トルのアクセス新線を建設し、そこから一部既存線を活用しつつ、田町駅へ至る、東山でルート、大井町駅へ至る、西山でルート、東京テレポート駅へ至る、臨海部ルートの3ルートを建設するとしている。将来は、羽田空港新駅から第3ターミナルへの延伸も検討する。 総事業費は2014年の報道で3200億円。2020年の報道では3800億円。完成まで10年程度を見込んでいる。羽田空港新駅付近や既存線との接続は難航時が予想されることから東京オリンピックに間に合わせるため3ルートのうち既存施設が活用できる臨海部ルートに絞り空港島内に 暫定駅を設けてターミナルまでバスで連絡する案もあったが2015年時点で暫定開業は断念している。JR 東日本は東山デルートとアクセス新線について2019年5月から6月頃に環境アセスメントの手続きを開始して約3年間で取りまとめ工事の施行に約7年を要すると想定し早ければ2029年に開業するとしている。 終日輸送人員は空港旅客のみで7万8000人、ピーク1時間の輸送量は現行の東京モノレール1万1000人、京急空港線1万4000人に対し約2万1000人を想定している。2019年5月30日に公表された羽田空港アクセス線整備事業環境影響評価調査計画書から以下の計画が明らかになった。二千年に 運輸省運輸政策審議会答申第18号は、東京臨海高速鉄道臨海副都新線の建設及び羽田アクセス新線の新設として、東京テレポート駅から東京貨物ターミナル駅を経て羽田空港に向かう路線が B 路線として取り上げ、大崎方面からの直通ルートについても合わせ、検討するとした。同等審では、同じ首路線として、 東海道貨物支線の旅客線化等及び川崎アプローチ線の新設を取り上げ品川駅及び東京テレポート駅から浜川崎駅に向かう途中に羽田空港口駅を設けて羽田空港へ連絡する計画も取り上げられていたが2002年に JR 東日本が東京モノレールを子会社化したこともありこれらの計画は進捗しなかった 2013年10月29日に JR 東日本が発表したグループ経営構想 V 今後の重点取り組み事項については今後の羽田空港の利用客増加を見据えた空港アクセス改善策の検討を記し11月9日には JR 東日本が田町駅から休止中の東海道貨物線を活用して羽田空港へ向かう鉄道路線について 整備の検討に入ったことを NHK が報じた。2014年8月19日に JR 東日本は国土交通省交通政策審議会の東京圏における今後の都市鉄道のあり方に関する省委員会で計画を明らかにした。本計画に関連して東京都が保有する東京臨海高速鉄道の 株式を JR 東日本が買収する意向であることが明らかになった。2015年3月6日に東京都は広域交通ネットワーク計画について交通政策審議会答申に向けた検討の中間まとめを公表し、道路線は整備効果が高いとして整備について優先的に検討すべき路線5路線に挙げた。7月10日に公表された 広域交通ネットワーク計画について、交通政策審議会答申に向けた、検討のまとめも、羽田空港へのアクセスに特に効果が期待できるとして、踏襲している。道路線と競合する新空港線、川の川の線は、都が求める目標への寄与度が低いとして、道路線より一段低い、整備について検討すべき路線とされ、都心直結線は、 費用便益比が1.0を下回るとして、検討すべき路線からも外れた。2016年4月7日に、東京県における今後の都市鉄道のあり方に関する商委員会がまとめた交通政策審議会答申第198号は、等路線を、京葉線、臨海線相互直通運転化と合わせて、国際競争力の強化に資する鉄道ネットワークのプロジェクトに位置づけ、 4月20日に国土交通大臣に答申した。答申は優先順位を示していないが、課題の項目に他の空港アクセス路線との保管関係を考慮しつつ、事業化に向けて関係地方公共団体、鉄道事業者等において事業計画の検討の深度化を図るべきと記載し、事業化に前向きな表現としている。東京都は2018年度予算案で、 東京メトロ株式の配当を原始とした鉄道新線建設等準備基金を創設して当線を含む6路線の事業化を検討するとしている。2018年7月3日に JR 東日本が発表したグループ経営ビジョン変革2027は羽田空港アクセス線構想の推進を記した。2019年5月より JR 東日本は環境影響評価に着手。 2020年2月8日、臨海ブルートと京葉線を乗り換えなしで結ぶ方針であること、羽田空港の終着駅を国際線ターミナルとすること、及び西山手ルートから中央本線に直通させる構想があることが報道された。2020年4月30日、国土交通省関東地方整備局東京空港整備事務所は、2020年度事業概要において、 空港アクセス鉄道の基盤新規整備に新規着手することを発表。トラベルウォッチによると2020年度は JR 東日本、京急との事業範囲の調整を含む整備に向けた調査、設計を推進していくとしている。2021年1月20日に JR 東日本はアクセス新鮮区間である。 東京貨物ターミナル駅羽田空港新駅間の 5.0km について第一種鉄道事業許可を取得した。事業費は田町駅東京貨物ターミナル駅間の改良区間を含めて約3000億円で2022年度の着工、2029年度の運行開始を予定している。ありがとうございます。